多摩藩、若者にとって魅力のある多摩地域の創生です。多摩藩は夏以降アンケートとヒアリング活動を行い続けました。その結果、大学コンソーシアムを中心として以下4つを若者取り組み策として提言していきます。まずはコレクティブハウス成績、コレクティブハウス成績の紹介になります。コレクティブハウス成績は2009年に成績桜ヶ丘にオープンした、20世帯が暮らせる部屋と豊かなコモンスペースを持つ賃貸コレクティブハウスです。先日このコレクティブ成績にお住まいの3名の方に多摩市の現状についてインタビューを行いました。そこで大きく分けて2つの課題が浮かび上がりました。インタビューする中で、既存の保育施設はアクセスが悪いとのお話があり、近くの空き家を保育施設にしてほしいなどの意見もありました。高齢化が進む多摩市にとって空き家対策は大きな課題です。現在多摩市内には3900軒以上の空き家があります。住宅街にある空き家を保育施設にするなどの対策が有効であると考えます。2つ目は保育施設へのアクセスの向上です。多摩市内は高低差が激しく、自家用車を所有していない保護者にとって保育所等への子どもの送迎が困難との声が聞かれました。この際参考になるのが江東区内にある保育所の例です。この保育園では園内のターミナル駅に隣接してサテライト施設を設け、保育園所有のバスで15分ほど離れた方面に朝夕園児を送迎します。仕事等で忙しい保護者にとって都合のいい取り組みで好評だといいます。多摩ニュータウンや成績桜ヶ丘駅の周辺にこうしたサテライト施設と送迎システムがあれば、仕事と子育ての両立に貢献できると考えます。次にアニメツーリズムの推進についてです。若者を呼び込む対策とし、アニメを使ったアニメツーリズムによる地域活性化の事例があります。今回はラキスタの聖地にインタビュー調査をしてきました。フィールド調査の主な目的として、アニメツーリズムを活用した若者呼び込み、また若者のアニメツーリズムを利用した若者の定住に結びつくのかを主な目的としています。そして分かったことが2つあります。年々この地域に来る人は減少していますが、町はさまざまな企画を発表しており、オタクを集めたオタク活、オタコン活、トレイモなどを行っております。一つ目としては、定住に結びつきそうかということですが、定住は厳しいですが、少なからず定住している人もいます。今後の課題として継続性が挙げられます。次に高齢者と若者による世代を超えた交流ソースということで、高齢者と若者による本と IT を活用した行いをするクラブを提案します。近年では一人暮らしの高齢者が増えており、孤独死などが問題になっています。そこで、クラブ活動、共通の趣味を通じた友人作り、また、同世代のカップルを設立させるかによって、地域に活気を起こすことを提案します。事例として猫町クラブというものがあり、本を読むクラブで本を読むことで共通の趣味を持ったカップルや交流を増やし続けています。若者をにとって異性の知り合いを増やすことで若者を有志しようということと、これからの時代に必要な IT を学んでいこうということ、高齢者にとっては友人や恋人を見つけ行動力を活用という狙いがあります。多摩大学には
女子大学と、まあ、東部男子大学みたいな疑似男子大学である多摩大学が存在します。ここに若者を集める学としていく女子大学と男子大学と多いところで、まあ、お盛んな時期なんで増えていると思うので、そこを若者を呼び込むこと、それで若者を呼び込むことを提案したいと思います。次は高齢者クラウドによるモザイク型収容の説明提言をしたいと思います。多摩市は高齢者が増えてきており、2060年には2人に1人が高齢者になるという予想が出ています。そこで高齢者を利用するモザイク型収容というものを使えないかと考えました。モザイク型収容には3つの種類があります。1つ目に一人一人の働きたい時間を組み合わせたタイムシェアリング収容である時間モザイク、2つ目にネットワークを通じて遠隔操作ロボットやバーチャルリアリティ技術を活用した遠隔就労である、空間モザイク、3つ目に1つの仕事をこなすのに複数人のスキルを組み合わせることで幅広い能力を持つバーチャル人材を合成するものであるスキルモザイクがあります。モザイク型就労は今までに支えられる側と考えられていた高齢者を労働力として再雇用することにより、逆に若者を支える側にさせてしまうという試みです。若者の足りないスキルやノウハウの面を職業経験豊富な高齢者と共に仕事をすることで不足している要素を補填することができ、かつ若者のスキルアップにつながります。多摩市でも若者の就労をバックアップする体制を作り、働きやすく何歳になっても生きがいを持って働けるイメージを確立させることにより、若者の定住人口の増加につながるのではないかと考えます。続きまして、多摩市で始める新しい働き方という内容についてご紹介いたします。現状、まあ、ビジネスマンというのは東京23区に今集中しているという状況です。で、やはり都市部に人口が集中しているというのは、まあ、世界的な流れかと思うんですけれども、まあ、そういった中で日本企業においては働き方に関する新しい取り組みというところを、まあ、企業が取り組んでいるという状況になります。で、まあ、そんな中で多摩市にコワーキングスペースがあれば、まあ、こういった問題の一部が解消できるのではないかなというふうに考えております。東京においては232件コワーキングスペースが開設されているんですけれども、まあ、多摩市においては全長0件というのが実情でございます。で、まあ、こんな中で多摩市にコワーキングスペースを開設した場合なんですけれども、やはりベッドタウンと呼ばれているだけあって、労働人口においてはかなり滞在人口がおりますので、まあ、ここを日中にも置き換えることによって、まあ、そういったところから経済活動の活性化につながるというふうに考えております。で、また子育て世代といったところで、やはり子供を連れて近地に行くというのは結構シビアな問題ではありますので、そういった部分を地元でというところで、まあ、コワーキングスペースがあれば過ごせる時間が作り出せるのではないかなというふうに考えています。で、コワーキングスペースの一番のメリットというところでは、異業種が集まるといったところで、まあ、ビジネスを生み出す場ともなりますので、まあ、そういったところが自分の会社に行かずに、まあ、人脈から刺激を生み出せるという状況として一つ活用できるのかなと。で、あとは多摩ニュータウンという、まあ、ニュータウンというところの言葉の意味合いというところをまた新しい意味で、まあ、伝えたらなと思っておりまして、そういった部分では新しい仕事を、まあ、実験できる街にしていくことで、23区にはない魅力を発信できればというふうに考えております。シェアリングで若者の取り組みを行う場合、日本は保守的なため、多摩市では純シェアリングという考え方を提言します。この時、若者が滞留している点と介入しやすい労働というものが必要になってくると思います。大学生の自由な時間と社会人の多忙な点というところをマッチングするという提言です。すいません、時間なのでさっと、私、京王電鉄に、5回ほどインタビューしまして、京王電鉄が何を目指しているかというと、京王電鉄は今、定住人口は JKK とか UR とか市役所を本気出せば増えるだろうということで、京王電鉄としては交流人口を増やしたい。なぜかといったら高岡が流出してしまうということで、多摩地域にどうやったら交流人口を増やせるかという中で、来年度観光と民泊の2点に京王電鉄は力を入れるそうです。という中で、多摩若者会議というのが4回開かれたんですが、そこでは交流人口を増やすために、
交流スペース作りというのを話題にして、来年度クラウドファンディングを利用とした、形で、交流人口を増やそうとしています。つまり交流がキーワードです。学長のおっしゃっているデジタルの世の中でもアナログなつながりというこの交流というものをコンソーシアムの活動を使って中高大学生のような活動で、いろいろな方と交流できるといいのではないかと、まあ、私の方では考えました。なお東急とか渋谷区の溝銀行とかも同じように、渋谷では国学院大学、青山学院大学とともに交流スペースを来年度から作る予定だそうです。以上です。ありがとうございました。